決めることはできませんでした。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。初球ボール球です。低めのストライク。左中間へ、面白い当たりになった。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。5対2カープが勝ち越しています。最終回 DeNA ベイスターズの攻撃です。そしてカープがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。バッターは太田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。ベイスターズビハインドで迎える最終回です。ここはバッター少々のボール球当てに来ますよ。なるほど、打ちました。セカンドうまくさばいてアウト。ワンアウト。バッターボックスには5番宮崎。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは慎重に行った方がいいと思いますね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。さあ打ちました。センターへ打球伸びる。ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターボックス山田、今日は2つの盗塁を決めています。ツーアウトになっています。最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。これでマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。さあそしてバッターボックスには柴田が入ります。さあ追い上げのチャンスを迎えています。最初は変化球できました。変化球打った。セカンドの右、抑えた。アウト。これで3アウト。試合終了。惜しくもあと一歩及びませんでした。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。小宮山さん、先発したルーキーですが、投球内容的にはベンチに明るい材料を今後もたらしてくれそうですね。まあ、そうですよね。もう本当にあれだけのピッチングをしてくれるということであれば、かなり期待していいと思いますね。そうですよね。ベンチに大きな戦力ということになりました。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。